掛布正幸の同級やってみるかチャンネルで、今日は久しぶりのコラボですよ、はい、何ですかこれ。はい、わーって行こうかな。わー、はい、了解了解で、今何やりますか。じゃあ森脇さん、このコラボで。そうですね、はい、まあ、いろいろとちょっとここになんかいろいろ考えてくれてますけど、はい、お題を考えてきたんですけれども。森脇るかのやってみるかチャンネル、イエーイ。でちょっとここでなんだよ、あのどこよりも早いセリーグの順位予想をやりたいと思います。森脇くんね、今順位予想しろってのはちょっと失礼だよ。分かるわけないやん。まあまあ、抜けた選手と加入した選手っていうので、なるほど、含めてちょっと。じゃあ森脇くん的にはどうよ、ちょっといいですか、口でもどんな感じやってみて。私のから僭越ながらつけさせていただきました。出た、難しいですね、はい。広島1位、うん、阪神2位、うん、3位巨人で、4中日、5 DeNA、6ヤクルトというふうにちょっと組ましていただきました。これ広島は結構いいドラフトしてるよね、バランスも。そうなんですよ。いや、これ僕もドラフト見た時に広島がドラフトのバランスは僕も一番いいバランスをしたのが広島かなとは見てました、はい、それで1位にしたの。いや、それもありますし、うん、やっぱこの新井監督の1年目をこう一気に駆け抜けてきて2位で終わったチームは来年もっと結束力あると思うんですよ、うん、で、まあ、なおかつ阪神とこう戦ってきた中で新井さんちょっと多分変えてくる部分もあると思うんですよね、うん、なるほど。そういう部分でちょっと阪神を勢いで飲み込めるかなと。あ、広島がね、だから、はい、そうだな、確かに広島怖いね、はい、ちょっとハワイで浮かれてる阪神をちょっとなかなか人飲みしてもらう。ちょっと厳しくなったねコメントがいいよそういう感じで、はい、で、まあ、阪神は安定にピッチャー陣揃ってますし、うん、打者の固定も考えて、まあ、阪神はこの上位のクライマックスまでの3位までは絶対入るな、はい、入ると、はい、予想しました。で、まあ、巨人はあの放置コーチなので、はい、期待を込めて3位にどうでもいい3位じゃん。それ安倍監督に失礼だよ、そういうの。いやいや、もちろん安倍監督にも期待してますし、そうだろう、私も浅野選手、大勢と投手、はい、この2人ちょっと来年はガッと出てきてほしいなと。ポイントになるよね、はい、思ってるので期待してます。で、まあ、で中日、まあ、中田翔選手入ったというのと、ちょっと怖い存在ってことだよね、はい、さっき俺が言ったように復活ということで、はい、で、まあ、DeNA はやっぱちょっとピッチャーが抜けるからな、はい、今永選手とバウアー選手抜けるのはきついですよね。きついよな、きつい、はい、でどれだけ打者が打ったとしてもちょっとピッチャーが苦しいかなと、うん、で、まあ、ヤクルトは村神様次第で。そうだね、はい、村神様がこの本塁打王を取れるまで上がってきたとしても、まあ、やっぱちょっとピッチャーが、まあ、まあ3までにはいかないわ、はい、ピッチャーがやっぱちょっときついかなというので、いないからね、あ、しかしさ組みました。だいぶ分かってきたね。いいですよね、ちょっと掛布さんのおかげで、うん、かなんか俺が腕上げたね、はあ、結構上げました私。上げたよねじゃあちょっと僕も先ほど、はい、考えてこの質問があって考えましたので、はい、ちょっと僕のはどうよ、やるか。ぜひお願いします。あるよ俺ここに、はい、書いていただいたところなので、書いた合ってるかどうか。僕はこう、あ、まあ似てるっちゃ似てるよな。阪神ですね。いや、これはさ、今考えてだよ、その計算できるっていうのは投手力なんだよな。やっぱそうですよね。その指を折れるのはやっぱり阪神がナンバーワンなんだよ、うん、数もいますし、そう、それと 1,2 番のあの打者のリズムってのは、うん、どのセリーグの5球団6球団の中でね、最高の 1,2 番を持ってるってこと。そうですよね、このリズムは崩れないでしょ、うん、それと ある程度の守る力があるよね、はい、だそう考えるとやっぱ阪神の連覇の可能性、今の段階ですよ、はい、今の段階では一番強いんじゃないかなと、はい、これ2位に巨人にしたっていうのはやっぱり伝統の阪神巨人巨人阪神の復活というものを来年はしていただかないと、うん、全国のプロ野球ファンの盛り上がりが欠けるのかなと。まあ、開幕戦も阪神巨人ですね、東京ドームだからね、はい、だからそこで何かこう巨人が阪神を叩いて、うん、こう勢いをつけて、その最後までこの阪神と巨人がセントラルリーグを引っ張ってもらえるような野球やってもらいたいという願望もあるわけ。ただ、はい、安倍監督と
あの11月の秋季キャンプちょっと話をさせていただいた時に、うん、ある程度ね内野陣ってのは固定して戦えるような形が見えてきてるんですよ、はいはい、それで僕は坂本選手に対して、はい、中田翔選手の時に言ったようにもう最初から120試合ぐらいの想定をして、うん1年間ペナントレース怪我なく乗り切るようなそういう使い方をすれば坂本選手の存在ってのもっと生きてくると思うんだよね本人もサードでゴールデングラブ取れればって言ってますしねそういう意味では、はい、巨人ポイントになるのはセカンド守る吉川だ ね, そうですね吉川君が1番ぐらいできちっと1、2番で野球ができるかだよな、うん、あと門脇選手がどこまで成長したところを見せるかという先ほど言った浅野選手がどこまで成長してくるか、ね、このあたりがね伸びてくると、うん、野手陣ってのは結構巨人面白いよ岡本選手ももちろんもう大黒柱で4番がいるわけだから、はい、そこから言うと投手力だよねそうですね、うん、戸郷選手はじめ菅野選手だったりそのポイントを握るやっぱ大勢投手なんじゃないのあ守護神がやっぱり必要ですよねそこをしっかりすれば巨人は決して弱いチームじゃないと思います、うん、で広島に関してはもう森脇君と一緒、はい、すごくバランスのいい、はい、あのドラフトをしたということで、まあ、西川選手が抜けたにしても、はい、そんな広島のやる野球の戦力的な衰え落ちるということは、うんないんじゃないかないや私もそう思いますそうでしょ、はい、だからそう考えるとこの3チームがやっぱりそのクライマックスシリーズ圏内に入る確率は一番高いだろうと、うんはい、それを脅かすのが中日です中日なんじゃないかなと、まあ、下は合ってますね下は合ってるよな、はい、一緒ですね3チームここはまあしょうがないよねそうですね。そうですね本当申し訳ない、はい、DNA さんちょっとやっぱピッチャー陣が見えない見えないんだよ、はいっていうのは、ええ、だからこの上位の4チームまではピッチャー陣の顔が見えるんだよなそうなんですよね、うん、指で追って数えれる6人がいるっていうところで、ねうん、だからこれはもう今日何日だよ12月のまだ12月の、ね、クリスマス前ぐらいクリスマス前ですよそれでねこんなことやったら無謀な無謀な見てる人は笑われるけどもまあ、こじつけてみましたという、はい、でまた開幕前にもまたキャンプとか見られた後に、ね、後にもう一回やった時にこれ覚えておいてくれよ覚えてます もちろんですで開幕前にもう一回こう、はい、コラボしましょう、はい、でキャンプを覚えて分かるかどうか変わるかどうかう変わるかどうか、はい、これをお楽しみにしてください、はい、ぜひ皆さんも予想して、はい、ください、はいはい、ありがとうございますどうぞじゃあこれ残しておいてくださいはい、はい、置いときますありがとうございますということでコラボ、はい、でこれは次回は3月だねあそうです開幕前に開幕前にさせていただきたいですね、はい、皆さん両方のチャンネル見てください、はい、見てください